ようこそ神道の心を伝えるメンバーズサイトへ。このサイトは日本の素晴らしい精神をご自宅や通勤中にいつでもどこでも学べるメンバーズサイトになっております。世界一長く続く国は？日本は何年前に建国した？何月何日にできた？誰が作った？その人の祖先は誰？その人の子孫は誰？その子孫は今何代目？その高祖神が祀られている神社は？神社が建てられた3つの目的は？我が国の理念は？海外なら誰でも知っている自分の国のことを答えられる人が少ない、なんとも不思議な国です。この誰も知らない日本を誰もが知っている日本にするために、このサイトはできました。そこには平和と繁栄をもたらした帝王学があった。初代神武天皇の即位の言葉とは？国譲りの際、アマテラスが言ったお告げとは？そのアマテラスのお告げが聖徳太子の言葉につながっている？このメンバーズサイトは無料で利用できるコンテンツがあります。入門基礎コースは八百万の神大図鑑、主要な24柱の神様の動画とテキストによる解説、 YouTube 動画集、神道や神様に関する動画コンテンツ、神道や神様に関するコラム、以上のコンテンツが無料で利用できます。ワンランク上の知識を身につけたい方には中級修身コースをご案内いたします。中級修身コースは神道の心を伝えるのコラムを音声ガイドとして聞くことができます。さらに文字と図解、動画で古事記が学べる古事記オンライン講座、神主さんのインタビュー動画を視聴可能です。そして認定証を得てインストラクターになりたい方向けの上級師範コースは、古事記に登場する八百万の神々の神格を読み解き、その根底にある日本人のアイデンティティを学ぶことができます。さらに動画解説によるガイダンスを聞いた後に検定試験を設けています。一つの動画に10問の検定があり、楽しみながら身につけていただくようになっています。その他、神道の心を伝えるの代表小坂達也の講座や講話のムービーなど50作品を超えるもので学習できます。さあお楽しみください。